ベニハワイミス水、または、イービは、ハワイミス水化、または、ハワイミス水ハワイミス水族に分類される鳥類の一種。本種単独で、ベニハワイミス水族ベスチリアを構成する、ハワイ諸島固有種であり、数多くの全滅種や、絶滅危惧種を抱えるハワイミス水類の中では、個体数はやや多い方である。ゆえに今日もなお、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島で姿を見ることができる。 モロカイ島、オアフ島にも生息するが、個体数はずっと少ない。ただ感染症に対する耐性がないため、その生息域は19世紀から次第に狭まってきており、今日では病原体やその媒介者であるかが生育不可能なまでに関連な高知でしか見ることができない。成長の大きさはスズメ大程度、体色はシンクでサーモンピンクの球状に長く、 下向きに沿ったくちばしを有する、翼と、オアク黒い、本種の長く、下向きに沿ったくちばしは、長い花管を有する花から過密を吸引するために、進化したものであるが、今日ではそれほど花管の長くないオヒアノキ、メトロスイティローズポーリモーファの過密を主食としている。ハワイ大学の研究者によると、この植生の変化により、本種のくちばしの長さは、 この100年の間に縮まっているといった報告がある。また、ハワイ島において、季節ごとに居住する標高を変えていることも報告されている。他の多くの海洋島産固有鳥類同様、感染症に対する耐性がないので、それほど環境が拡乱されておらず、在来の固有植物による構成を保った森林中であっても、蚊が生息できる標高の低い場所では滅多に姿を見ることはない。 トリマラリア症プラスモディウムレリクトムの感染試験においては非常に高い率で死亡するといった結果が得られている。具体的には感染したかに一度刺されただけで半数以上の個体が死亡した。かつては本種の羽毛がハワイのポリネシア系住民の王族など支配者層に陳徴されアフーラヤマヒオレを飾るのに用いられた。学名はこの事実に基づいており、 俗名のベスチリアはラテン語の衣服を意味し、首相名のコクシニアはシンクの退職を意味している。現在はハワイ州やハワイ諸島を代表する鳥類として広く一般に認識されており、日本でも日本航空において近年行われたリゾートキャンペーンにおいて本種の姿が期待に描かれていた。ただし、ハワイ州の州長はネネことハワイガンであるまた、 ハワイ諸島固有種であり、優美な形態と美麗な色彩も相まってハワイ固有の自然環境保護を訴えるシンボルとしても多用される。しかし上述したように本種の個体数は決して少ないとは言えず、危機的な状況にあるとは言えない。また本種をシンボルに用いることで、本種を含むハワイ密成類ばかりに注目が集まり、本当に危機的立場に置かれている固有型ツムリなどの保護が、 おざなりにされる傾向に対して一部非難する向きもある。本校は英語版 EV の翻訳及び以下の資料をもとに作成された。ありがとうございます。